前回のあらすじ。物語の舞台は横浜から箱根へ、神奈川エリアの総本山、心躍るわね。こちらを見るなりものすごい速さで迫ってきた人物、おまけに私の車をチープと言い放つ始末。決戦を前に顔合わせ、とりあえずチーム戦はトップをかっさらって、前哨戦も軽くこなした。正直この辺りから負けってものはなくなる。因縁の対決は先輩の勝利。なぜ今回はダウンヒルなのか疑問は残る。二人の先輩に当たる人物がまた走り出したらしい。どうせ相手するのは私なんでしょ。さすがに読めるようになったわ。レイラグのジャケットを飾るあの車が先行公開。時期が来たら紹介させてもらうわね。ゆっくりアリスの横浜滞在期、今夜は箱根滞在期って方が近いのかも。はいどうも、私の名は、ゆっくりアリスです。今回相方はなしで、久々に一人でのお届けです。間違っても動画の長さに忖度してもらったわけではないのでよろしくね。いやー、申し訳ないです。マリサさん、わざわざこっちの編集の手間を考えてくれるなんて。まああくまで私は臨時キャストだからな。この尺で二人分の立ち絵は後期的にまずいことになるだろ。ってわけで今回は切りどころが見つからず久々の長丁場です。ちなみに今回は試験的に字幕のフォントを変えてみました。今までよりいくらか見やすくはなったと思うけど、レイラグらしからぬポップな感じに、正直今までのフォントはちょっと字幕が強調されすぎてた気がしてたのよね。もともと文章を読むゲームだし、あんまり目立ちすぎるのもあれでしょ。で、今回の予定なんだけど、エースミッドナイトはエースナイトの延長戦、活動できる範囲も箱根だけ、大したイベントもなければ特にいいパーツを持つ敵もいないし、必然的に本編を進めるしか選択肢はなくなるわね。最初の方の動画と比べるとちょっと先を急ぎすぎてる気もするけど、横浜グランプリを抜けるまではずっとこんな感じだったような記憶があるし、今しばらくはどんどん進めていくのでご了承を。今回の予定はって言いながら今後の予定を話しちゃったわね。まず行くのはチューニングショップのインディー。この前赤いセリカと遭遇したところ、ささやかなプレゼントって言うけどね。入っていってシャーシやデフューザーが渡される世界だし、ただより高いものはないとは有名な言葉、用心して行ってみようか。ほう、マルーンの初期だって、びっくりした。なんだよ、なんでここの奴らってこんなに迫ってくるの早いんだよ。この前の奴といいこいつといい心臓に悪いわ。え、走ってからって、なんなの？自分より速くないと客じゃないってこと？というわけで弱者で軽く決めってきました。ここでネタバラシすると、このタイミングでここに来ても物語は進まないのよね。ただ名前だけ出ていたここの戦争とかを合わせておく。そんなイベントかな。実際この後のイベントが初対面になると微妙に会話が不自然になったり、まあ、そんな感じかな。お次は箱根における数少ないパーキングポイント。ここは普段アンオフィシャルレースの開催地点なんだけど、このタイミングで訪れると興味深い話が聞けたり、ここしばらく情報収集ってしてなかったからね。たまには RPG っぽいこともしないと。やっぱりこの辺では名前が通ってるみたいね。エクスクラメーションマークを13個も使うあたり相当なのか。なるほど、深夜にしか現れなくてちょうど今がその時間。それだけ早くて目立つなら苦労せず見つけられそうね。まあそれは置いといてここからが大事なところ。そのだって人は昔 R30 型のスカイラインに乗っていたみたいね。周知の通り先輩の車は同じスカイライン、しかも同じ型。その車を選んだ理由は聞けないけど。この話を聞くとなんとなく察せるわね。それにしても湾岸仕様の車で箱根を制すって。その人がすごいのか箱根のレベルが低いのか、首都高組が乗り込んでくるっていう設定の峠の伝説を連想するわ。
て、アンオフィシャルレースに参加できるんだけど、これはまあ、裏でやっとこうかな。それじゃあ黄色いランネボを探しに行こうか。そんなわけで訪れたのがヘブンズヒル、訳すると天国の丘？とても日本の山の名前とは思えないけど。まあ通称ってことで納得しておこうか。でも通称だったとしても天国の丘なんて縁起でもなさすぎる気がする。いや、ここの空気はそこまで綺麗じゃないと思うぞ。日本、いや、世界でも夜にここまで繁栄してる峠ってここくらいでしょ。そりゃ走りや全盛期なら車もこれくらい多かったんだろうけど、こんなアリみたいに画面を所狭しと走ってはいないと思う。それ私も気になる。この前は先輩に遮られちゃったし、まあ確かに不謹慎ではあったとは思うけど。確かに伝説ってものには曰く付きの話がセットになりがちよね。でもドライバーの素性が全く知られていないってのはまだわかるけど、当時を知る人がいない？誰一人？じゃあこの話は一体どうやって？とは思うけど普通に言い伝えなのかな。とは言ってもたった10年前の話。当事者がいないってのはおかしな話よね。誰も思い出さなければ、つまりなかったことに。触らぬ神にたたりなし、そういうことか。残念ながら人類の好奇心ってそうはいかないんだな。不透明なものに透明性を求めたり、不完全に完全を求めたり、きっと当時もちょっとした好奇心でその伝説とやらに首を突っ込んで帰らぬ人になったと。そう言われてみれば確かに取り乱したり、確か時期は難波さんが事故死したあたりから。先輩には何か心当たりがあった？考えすぎ。単に仲間を失った反動と考えるべきか。この話の通り、プロレーサーなんとかっていうののせいで焦りがあるのかな。Dプロジェクトねー。走り屋からレーサーになりうる素材を集めるってやつか。そのための横浜グランプリなわけだけど、主催する会社は随分きな臭かったわね。やっぱりこじつけて無理やり納得しようとしてるだけ。やっぱり先輩は何かを知っている。私の知らないことを。さて、葬るとは言ったがどうすればいいのか。こいつはわからないとか堂々と言ってるけど、私はそうもいかないでしょ。まあ、出てくるのはこいつらだよな。私もこいつらは黒幕じゃないと思う方に一票。というかこれで黒幕だったら引くわ、ほんと。何？この不穏な感じ。え？急にそんなこと言われても。でもそういう予感ってのは確かにあるよね。同じ予感がしながらもあの時は止められなかったのよね。いや、今度は何？黄色い車、もしかして例のランエボ？
っぱりそうか。よりによってこんなタイミングで。く、ずっと探してたらアネゴだけど。セミハラは変えられないし、ここは追いかけようか。うん、後悔はない。かけがえのない仲間の方が大事だしね。なんとか追いついたみたいね。それにしても仲間を失いたくないっていう一心とはいえ、箱根のダウンヒルをあのスピードで、さらっと山田も置いてきちゃったし。特に変わった様子もないし、気のせいだったのかな。こいつはまた擦ったのか。確か1週間くらい前にも南横浜で擦ってたわね。あの部分からもう1年か。月日が流れるのはほんと早いものね。このシリーズも元はプレステのフレンドさんへの不況用としてスタートしたんだけど、気がつけばこのチャンネルのメインシリーズの一つに、何か RPG なんだしすぐには終わらないってのは容易に想像できるんだけど、当時は何にも考えずに手をつけて。まあいいや、この辺の愚痴はエンディングまで取っておこう。とりあえずは思い過ごしだったみたいね。山田が護衛ってのが少し不安だけど、まあ仕方ない、こっちもお客さん待たせてるんだしね。でもなんだろう。護衛がやられて連れ去られてる姿が想像できる。S? B? E? E がもう一つ B? え、何今の。そんな感じで一連のイベントを流したわけだけど、ここで一旦料金所に入るとパーツがもらえちゃいます。なんで料金所にストラットタワーバーが置いてあるのかって話よね。ヘブンズヒルに戻ってきました。さっきも注釈で触れたけど、あそこの選択肢でバトルを選ぶとここのイベントがそのままなくなる感じ。この通り、追いかけてもその間ちゃんと待っててくれるわけだから、さっきの選択肢は追いかけるを選んで間違いはないんじゃないかな。ここでイベント戦、相手は
先輩の勝手なし、小田さんね。さっきのムービーは山を登りながらあれこれと考えるシーン、そしてバトルも登り、どうして下りじゃないのか。まあいいや、ところで相手は敵なしみたいなことを言われてたけど、ご覧の通り、スタートで前に出てそのまんま、箱根の伝説、案外大したことないみたいね。ちなみに今回は S30 型ベストのボディを使っていました。エアロは王道のオールドタイプではなく GT タイプで、それに大型のインズを乗せてエムサシ用っぽく、これに DRE カラーがあれば完璧だったんだけどな。そうもいかないか。それにしても手応えなさすぎる。本当に箱根の伝説？人違いじゃないの？これじゃ動画的に生えないし。いや、今までそんなの気にしてなかった。あれ？は？え、何？いいとこ取り？しかも対策つけてたのに前にいるんですけど、あのランエゴ。まあ、そんなわけでここでのイベント戦は先輩の乱入により濃淡となります。邪魔が入らず対決できるのはこの後の夜になってから、だいぶ出てないけど、ここは一旦我慢しようか。おいぼれ、か。そういえばどうして峠に戻ってきたんだろうね。単にまた走りたくなったから？そう簡単なものでもなさそうだけど。なぜ素直に走りをやめさせないのか。か、横浜の話を吹き込んだのってこいつなの？それなのに深入りするなって。ちょっと自分勝手すぎない？こちとら死者だって出てるのに。まあ無難にそういうしかないってのはあるんだろうけど。え？声が聞こえる？声って、あの難波さんがしきりにつぶやいてたあれのこと？そしたらまずいんじゃ？峠に戻ると改善に走るのをやめさせないと、このまま走ってたら間違いなく取り返しのつかないことになる。容易に想像できるわ。結局話の進展はないし、他人より先に先輩止めないと事故りそうな気がするんだけど、それにしても声が聞こえるって、何か取り付いてるのかな？その声の正体が10年前の事故と関係ある。そんなところか。はい、今回はここまでとなります。この19話は久々の20分超えで、お疲れ様でした。それにしても久々の一人での実況。案外なんとかなったかな。そもそもタイトルはゆっくりアリスの、だからね、これが本来の形ではある。さて、次回は先輩の贈り物を見るところから、本当はそこも入れちゃおうと思ったけど、それやったら多分30分超える。1話で進みすぎるのも良くないし。というかそこまで作る気力があるかどうか。まあそんな感じで。それじゃあ私は一足先に失礼しますね。